韓国で国民的人気を誇り、6月に代表引退試合を行った元バレーボール女子韓国代表のキム・ヨンギョンが男子日本代表の高橋愛の大ファンだと告白した。自身の YouTube チャンネルで語る様子に海外ファンは、ヨンギョンが男性と話したがっているのを見たのは初めて、と衝撃を受けている。動画、高橋愛のファンなの。 韓国の国民的女子バレー選手が暴走気味を質問攻めにする実際の様子。キム・ヨンギョンは自身の YouTube チャンネル、食パン姉さんキム・ヨンギョンに、昨季イタリアのモンツァで高橋とチームメイトだった19歳の友人をゲストに招いて談笑。高橋に話が及ぶと、ラン選手はひょっとして私のこと知ってるのかしら。私、ラン選手のファンなのよ、私のことなんか聞いてなかった。 彼氏はいるのかとか、とやや暴走気味に質問し、友人をたじたじにしていた。友人はイタリアで高橋を家に招待したという。私のお母さんも最初イタリアに一緒に行っていたので、高橋が韓国料理も好きだということで、韓国海苔と卵焼きがあればそれでいいと、食事の様子を説明。キム・ヨンギョンは、それでおしまい、とさらに高橋の情報を聞き出そうとしていた。 2012年の欧州チャンピオンズリーグでアジア人初の MVP と得点王を獲得したアジアを代表する選手だったキム・ヨンギョン。8万回再生を超えた動画を見た海外ファンからは、ランが韓国に来たら誘わないとね、ランとヨンギョンの2ショットが見たいわ、かわいい。ヨンギョンが男性と話したがっているのを見たのは初めて。ラン高橋はラッキーね、母・ハヨンギョンは本当に素直よね。 と笑いが漏れていた。